ラナーファイティングエボリューション3。異常な大噴火を起こしたキリモン岳。通常ではありえないマグマの流れを引き起こしたのは地底に潜むゴルザだった。噴火の混乱の中、ゴルザが地上へと現れた。避難テントに逃れた人々を守れ。再び噴火し、周辺には巨大な火山弾が降り注ぎ始めた。ミッション成功。山中に謎の巨大な目が出現した。戦闘機のミサイルを吸収し、目は謎のまま消えてしまった。数日後、体を持った怪獣眼球として謎の目は再び現れた。潜伏していた間、吸収したミサイルで体を形作っていたのだ。眼球を倒せ。
ション成功。工事現場から発掘された1億年前の化石、それはツインテールの卵だった。よみがえるツインテールを狙い、グドンも東京に現れる。二大怪獣の進撃を食い止めろ。Thank you.
と決死の攻撃。狙いすましたバズーカの一撃はツインテールの両目を潰した。